せっせっせーのよいよいよい。お寺の和尚さんがかぼちゃの種をまきました。芽が出て膨らんで花が咲いたら枯れちゃって、忍法使って空飛んで東京タワーにぶつかって、テレビの前でじゃんけんポン。せっせっせーのよいよいよい。お寺の和尚さんがかぼちゃの種をまきました。芽が出て膨らんで花が咲いたら枯れちゃって、忍法使って空飛んで東京タワーにぶつかって、テレビの前でじゃんけんポン。